これでこうしてて、そうそう、なんかこのぐらいで、はい、出てる感じを取りたい、取りたいですね。それからこう木のこの材質的にもうこうなっちゃうんですか、カンナで直ではね、あまり出さないよね。もうカールくるくるカールみたいな、なんかこれがもうまっすぐこう、あー、ダッパーダッパー入れてみようか。なんか美味しそうなチーズみたい食べたらダメじゃん、ピザ、ピザ食べたらダメじゃん。あ、やっぱもあるね。なんか先ほど厚みがある、歯の出し方で、うん、もうちょっと歯を出したらあんまり変わるしないかも、しづらい。あ、カールを考えて削ってる。そうなのよ。ほとんどこうなるんだね、やっぱり。うん。中でもここ、この辺にいっぱいこう出しとけば。それか。削ってるって感じだ。あ、このクレーム、うん、とか持って移動してるところだもんな。あ、これ。うん、なんか、例えば職人。あー、なるほどね。あ、組んで、そうね。うん。あ、そっちの方が分かりやすいかもね。あ、それか。これ持ってどうか。おー、いっぱいです。これはね、寸法間違えたな。えぇー。そう、幅は合ってんだけど、高さも間違ってしまった。うわー。そう。じゃあ、これを持って、うん、あれよりこっちの方が良くないけ。そうですね。これを持って、この辺で。うん。っていうのも面白そうだな。いろんなパターンを取れたらいいかなと思います。建具、うん、職人っぽい動きっていうか作業みたいなのをやってる感じで、あの浮遊してもいいかなって、うんうんうん、なるほど。そしたらこう他のところと違う、あ、だよね、作業なんか取れるかな、うん、うんうん、でや何パターンか取ってみる、ね。足が多分浮遊した時に足とその左角、うん、左下角が重なりそうな気がするので、うん、ああ、そうか、その持ち方、角度を反対に持つことができます。こう、こうね、そう、はいはい、こうはできるよ、うん、うんうん、そうですね、これだったら重ならないよね、うんうん、ちょっとこれで、うん、そう、静止画で一回撮ってみていいですか、うん、私がそこに、はい、うん、
ジャンプするときにその、うん、当たったら、まあ大丈夫大丈夫。そのまま上に。あ、じゃあもうちょっとあのダイオサを後ろにやって、はい、で向こうにこれをこれもうちょっと後ろにずらそうか動くか、はい、山本さんは、うん、歩いてる感じを見せたいので、うん、こう進んでる感じを見せたいので、あ、こうか、そうですね、で、あの普通の人間が歩くときのこの、うん、この感じをそのまま、うん、ああなるほど、 このままだね。こっちの足は平ら、こっちの足は踏み込む前です。こうだね、はい、こうだね、そのまま飛ぶ、上に飛ぶ、はい、飛ぶ、形このままです。うん、膝を使ってそのまま、ああなるほど、はい、こうだね。そう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 、足がこうなるとちょっと変なんで、うんうん、足はこう上げてね、そう、まま、なるほどなるほど、進んでいる感じを出すんで、うんうん、そうですだよね、はい、こうだね、はい、こうで、そう、そう昔写真をほら 見るのは簡単だけどさ、バーって飛んでるって、でも緻密な作業があるんだね。そうですね。うん、あのその場に行っていろいろこうやるから、うんうんうん、どこから撮ろうとか。それからだもんね。設定をして自分の角度はどこまで見切れたらいいかなとか、うんうん、ちょっとずつこう角度を変えて撮っての繰り返しですね。ああ、うん、で、うん、そうか、うん、これ難しいな。大丈夫、大丈夫、慣れるだろう。こっちに力入れないように、こっちに重心をやって、うん、それを持って、で歩いてる部分ね。そうですね。これが難しいんだよ。うん。ここから。どうかな。不自然になったかも。あ、すごいすごいすごい。もうちょっとこう幅が広い方がいいかな。そうですね、うん、もっと踏み込んでる感じじゃないか。歩いてる感が、うん、出てますよ。これいいな。格闘技師みたいで。みんな言うよ。
交番に来た人は何ですか。交番したらなんかお姫様のここでしょ、はい、マリー・アントワネットになりますね。そう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 